レンジャー。レンジャー、アセスレンジャー、CV-4 は、アメリカ海軍の航空母艦で、同型艦はない。アメリカ海軍で当初から、航空母艦、正規空母として設計された、最初の艦である。アメリカ海軍において、レンジャーの名を受け継いだ艦としては7隻目にあたる。レンジャーは、空母ラングレート大差ない排水量の小型空母だった。 後に建造されるヨークタウン急行空母艦はレンジャーより排水量が1万トン上回る中型空母でレンジャーを土台とすることでより能力を高めることに成功した。第二次世界大戦前に建造されたアメリカ海軍の8隻の空母のうち戦後まで沈没せずに残ったのはレンジャーとエンタープライズ、サラトガのみである。この中で他の2隻とは異なりレンジャーは 対戦期のほとんどの間をアメリカ大西洋艦隊で従軍した。1921年にワシントン海軍軍縮条約を締結したアメリカ海軍は航空母艦の保有枠の範囲内でレキシントン9巡洋戦艦のうちレキシントンとサラトガを航空母艦へと改装することで保有を認めれたが、それとは別に純粋な航空母艦として1922年より、 研究が始められた。本艦は艦首の未還元の高い、単線主労型船体で、艦載艇を下ろすデリックから看板が一段分、下がっていた。艦首形状は鋭角なクリッパー型艦首で、しのげなみ性は良好だった。強度看板である、飛行看板から機関室の上面である、下看板まで、合計3枚の看板が設けられていた。 2段目の甲板に格納庫が設けられ、その両側に側壁を立てて、飛行甲板を設置していた。この様式は、アメリカ海軍の空母の標準型となり、以降の航空母艦もこれを踏襲していた。本艦の設計段階では、飛行甲板を最大限に使用するために島型環境、アイランドの設置は行わず、ラングレーのように平ら甲板型空母として設計されていた。 そのため、航海環境は飛行甲板の元に設けられており、煙突も若干の邪魔にならないように、艦尾側に配置されて、気筒式煙突を採用していた。しかし、本館の建造中に、歴史ントン級の運用実績が得られたことにより、飛行甲板上にアイランドがあっても、着艦時の作業に支障がないことが判明した。そこで本館にもアイランドを設置することとなったが、 この時点で気候から約1年が過ぎて、船体の工事が進んでおり、船体の大幅な改良は不可能となっていた。そこで、飛行艦板の邪魔にならないように、中央部の右辺側に張り出しを設け、そこに小型のアイランドを設けた。そこに射撃式装置を乗せた射撃式書と航空機式書を配置させることとした。この解説系により、建造機関が遅延されて、 収益時期が伸びてしまった。右予曲折を経て完成した本館の飛行甲板長は、縦216.1メートル幅26.2メートル、長方形に近い飛行甲板には3機の縦長のエレベーターがあり、飛行甲板の中部に隣接して2機ずつと後部に1機を設けた。竣工直後の着艦制動装置は、フランス式の工作横張り着艦制動装置を採用し、 国産した MK3 型制動装置を装備していた。飛行艦板の全部には、飛行艦板上の艦載機を守るために、車風作が、計算機が設けられていたが、先端部のものは不要であることが確認されて1から2機となった。飛行艦板の下には、開放式の格納庫が1層分設けられており、格納庫の寸法は、長さ155.4メートルで、 幅17メートルの溶石があった。これにより76機が搭載できたが、格納庫の天井の梁に機体を吊り下げるための譲と、フックが用意され、これは以降の空母にも採用された。また、紹介任務で使用する一部の機体は、飛行甲板状の隅に設けられた特殊なジグに乗せておくことができた。開放式格納庫は、換気が容易なために格納庫内でエンジンの整備が行え、 戦時においては飛行甲板に並べることのできない機体は格納庫で暖気運転が行えた。また防御面においても爆弾が格納庫内で炸裂しても爆発が開口部から飛散するので損傷が比較的に抑えられるとされ、格納庫内で火災が発生した時にも可燃物を投棄する際には開口部から直に海に落とすだけで済むという利点もあった。当初は 対巡洋艦戦闘を考慮して6インチ砲クラスの搭載が研究されていたが、艦型を小型化すべく、対空火器のみを搭載した。このため武装の配置は、飛行艦板を阻害しないように格納庫の四隅に張りし、スポンソンを設け、そこに、主武装として、MK1012.7 センチメートル25口径、広角砲、単装砲がで2機ずつ4箇所で、軽発機を配置していた。 このほか収益後の1930年代に、近接火器として、ブローニング 12.7mm90 口径機銃が、単装砲画で40丁が、艦首、艦尾艦板と飛行艦板の側面に追加された。百四十一年にリメートル機銃十六丁を撤去して、代わりに、m k メートル七十五口径、機関砲四連装砲貨で、 アイランドの前後にスポンソンを設けて1機ずつと、原則に片元2機ずつの計6機を追加し、同時期にククサムレーダーを搭載した。1942年4月頃に、MK33 型射撃式装置に射撃式用の MK4 型レーダーを追加する工事が行われた際に1 2 7トル機銃のべてと2 8トル機関砲のべてを撤去して、 新たに、ボホース 40mm56 口径機関砲を4連装砲がで6機、近接火器としてエリコン 20mm76 口径機関砲を単装砲がで30兆に更新した。1943年1月にエリコン 20mm 単装機銃16兆を追加した。同年にエリコン 20mm 単装機銃6兆を撤去した。 1944年に飛行艦板を延長した、際に 12.7cm 広角砲発揮及び、MK33 射撃式装置を撤去、ククサムレーダーを SP-2 レーダーに更新と、SM 型広角速挙レーダーの搭載に加えて、CIC の新設が行われた。武装面では、ボホース 40mm4 連装機関砲のすべてを撤去し、 エリコン 20mm 単装機銃7丁に換装。本艦は飛行艦板の大きさと搭載機数の拡大を最優先課題として設計されたため防御力は限定的なものとなり水面部装甲や艦板防御はカットされた。このため防御は弾薬庫と崖質の側面に 51mm 装甲が貼られ、上面のみ 25mm 装甲が貼られた。 アメリカ海軍では、本艦の防御の脆弱さは収益当初から問題視されており1943年に太平洋艦隊への開港が考慮されたが、防御力の無差を理由に見送られている。1944年に排水量増加に伴う、復元性の悪化を改善すべくバルジを追加して、防御改善を検討されたが、より大型で防御力のある。 エセックス航空母艦が収益していたために改善は行われなかった。ボイラーは国産のバブコックウィルコックスであるが推進機関には当初はラングレーやレキシントン級航空母艦と同じくターボ電気推進を予定していたがアメリカにおける機関技術の発達によって大出力を発揮可能なギアードタービンの製造が可能となったため機関スペースを小型化して 機関重量を軽量化できる蒸気タービンが選ばれ、リアードタービン式が採用された。本館の機関配置は変わっており、全球では、船体中央部に配置していたボイラー室は、艦備側に集中し、船体中央部には、タービン室が配置していた。これは、艦載機の着艦作業時に、煙突から発する高温の媒煙による、艦備側の気流の乱れを防ぐ考えで、 このため煙突は、気筒式となっており、通常は立てて使用したが、着艦作業時には90度横に倒して排煙する、凝った仕組みになっていた。機関室の構成は、船体中央部のタービン室は2室に分けられており、1室あたり、タービン1機ずつ、計2機が配置されていた。その後ろのボイラー室は隔壁により3室に分けられて1室あたり、ボイラー2機ずつで3室で、 計6機が配置されていた。バブコックスウィルコックス式重油戦勝水艦艦6機とパウソンズ式ギヤードタービンを2機二軸推進とされ、抵抗の少ない船体形状により最大出力は53,500馬力と高出力でもなかったが、速力29.25ノットを発揮した。燃料2,350トンを搭載した状態で、 速力15ノットで7000回りを航行できるとされた。対戦末期には最大速力が排水量の増加により27ノット台にまで低下した。1931年9月26日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港される。1933年2月25日にフーバー大統領夫人のルーヘンリー・フーバーによって浸水し、 1934年6月4日に、ノーフォーク海軍造船所で、初代艦長アーサー・エールブリストル大佐の指揮下、収益する。1934年8月6日に、レンジャーはの近海で航空機発着を行い、完熟訓練のため17日に、ノーフォークからリオデジャネイロ、ブエノスアイレス、モンテビデオなどへ航海に出た。10月4日に、ノーフォークへ戻り、 1935年3月28日には太平洋に向かうためを経った。4月7日にパナマ運河を通過し、15日にサンディエゴに到着した。約4年の間、レンジャーはハワイと西海岸の沿岸に泊まり、艦隊に加わって、南はペルーの海野を、北はワシントン州のシアトルにも足を伸ばした。1939年1月4日、 キューバのグアンタナモ湾で、冬季艦隊行動を実施するためサンディエゴを経った。その後、4月18日にノーホークに帰還した。カリブ海や東海岸の沿岸で航海を行った。1939年の秋にヨーロッパで第二次世界大戦が勃発すると、レンジャーはバミューダ諸島を拠点に通商航路の中立商会を開始した。 中部大西洋とニューファンドランド、アメリカ東海岸からアルゼンチンといった海域で紹介を行った。1941年12月7日に日本の真珠湾攻撃、太平洋戦争により太平洋も戦場になるとトリニダード・トバゴのポートオブ・スペインでの紹介任務からノーフォークへ戻った。12月8日にノーフォークに到着し、21日に 南部大西洋で紹介するため出港した。その後、1942年3月22日に修理のため、ノーフォーク海軍交渉に入居した。同年4月22日に、ロードアイランド収納を立って、戦闘機 P-40 を装備するアメリカ陸軍第33飛行隊の輸送を行い、7月にも P-40 の輸送を行った。それらの戦闘機は、 フライングタイガースとして中国を支援した。また10月にはバミューラでタンカーから改造されたサンガモン級の衛空母4隻と航空隊を強化するため訓練を実施した。アメリカ海軍大西洋艦隊で唯一の正規空母であるレンジャーは任務部隊を構成しサンガモン、スワニー、シェナンゴ、 サンティーラと共同で1942年11月8日に BC フランス領モロッコへ陸した連合国軍の航空支援を行った統治作戦航空攻撃を実施する当日の6時15分カサブランカ沖北西30マイルの地点からレンジャーは攻撃隊を発進させた発進した戦闘機械4回ワイルドキャットはラバトの飛行場と両の飛行場を カサブランカ湾のフランス海軍艦艇にも攻撃を加えた。1942年11月11日、カサブランカのビシーフランス軍は連合国のアメリカ軍に降伏し、レンジャーは11月12日にモロッコ沿岸を経って23日にノンフォークへ帰還した。チェサピーク湾で訓練を行った後、 レンジャーは1942年12月16日から1943年2月7日までノーフォーク海軍交渉に入居してオーバーホールを実施した際に飛行艦班長が延長された。オーバーホールを終えると陸軍の戦闘機カーチスピー 40L75 機を搭載し2月23日にアフリカのカサブランカへ輸送した。さらに ニューイングランドの沿岸を紹介を兼ねて飛行隊の訓練を行い、ハリファックスに向かった。8月11日には、ハリファックスを出発して、スコットランドのスカパフローに向かい、イギリス海軍の本国艦隊の指揮下に入って、北、大西洋を紹介した。10月2日に本国艦隊は、ドイツの海上輸送路を攻撃するため、スカパフローから出撃した。察知されることなく、 レンジャーの任務部隊は10月4日にベストフィオルドへ到着し、6時18分に爆撃機、SBD ドーン・トレス20機と護衛の戦闘機械4回、ワイルドキャット8機を発進させた。一つの爆撃機部隊は、ボド港の8000トン貨物船ラプラタを攻撃している、間、残りは北に位置するドイツの輸送船団を攻撃した。輸送船団の1万トンタンカーを大破させ、小型の船舶にも、 打撃を与えた。ボドコを攻撃した部隊も4隻の小型商船を沈めたリーダー作戦。レンジャーの雷撃機 TBF アベンジャー10機と戦闘機械4回ワイルドキャット6機からなる第二次攻撃隊は貨物船の小型の貿易船を爆撃した。対空砲火で3機のレンジャー搭載機が失われた。レンジャーは1943年10月6日にスカパ。 グローに帰還した。イギリス海軍の第二戦艦部隊とアイスランド沖で紹介を行った後、ハバルフィヨルド、ハバルフヨードを出発し、11月26日にボストンに着いた。1944年1月3日、訓練用の空母となったレンジャーはクオンセットポイントを出発したが、4月20日にレンジャーがスタテン島へ到着した際、カサブランカへ、 陸軍の戦闘機 P-3876 機とフランス海軍の兵員などを輸送するため任務は中止となった。4月24日に出航したレンジャーは5月4日にカサブランカに到着し、軍の兵員と修理を必要とする航空機を搭載してニューヨークへ戻るため出航した。1944年5月16日、ニューヨークに戻ったレンジャーは、 ノーォーク海軍交渉に入居した。飛行艦班の強化と夜間戦闘機の訓練をできるように、新型のカタパルト着艦用機器とレーダーを装備した。7月11日にノーォークを出発してパナマ運河を渡り、パナマシティのバルボアで陸軍の兵員を乗船させてサンディエゴに向かった。レンジャーは7月25日にサンディエゴに到着し、 海兵隊と航空機を搭載して7月28日にハワイへと向かった。8月3日にハワイの真珠湾に到着し、それから3ヶ月の間、レンジャーは夜間戦闘機部隊の訓練任務に従事した。レンジャーは戦闘任務向けの訓練のため、10月18日に真珠湾を立ち、カリフォルニア沿岸で終戦まで訓練を続けた。 1945年9月30日にサンディエゴを出港し、バルボアで軍人及び民間人を乗船させると、ルイジアナ州ニューオーリンズに向かい、10月18日に到着する。ニューオーリンズで海軍記念式典に参加した後、10月30日に出港し、フロリダ州ペンサコーラで短期の作戦活動に従事し、 その後ノーフォークを訪問した後オーバーホールのため11月18日にフィデルフィア海軍交渉に入る。1946年10月18日にノーフォーク海軍交渉で退役するまでレンジャーは東海岸に泊まった。1946年10月29日に除籍され、1947年1月28日にペンシルベニア州チェスターのサンシップビルディング ドライドック社にスクラップとして売却された。レンジャーは、開戦前に建造された空母のうち生き残った三隻の一つで、第二次世界大戦での選考により二つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。